今回ですね、情報修正された忍さん使っていくんですけど、こいつがですね、無効貫通キャラで悪魔キラーがあるんですよね。で、これが5ターンで打てて、5ターンの間 HP を 40% 回復、自動回復ループと1回ボス効きます。仲良くするのは無理なようですね。そう、忍さんが誰かと仲良くしようとしてるんですよ。もうヒント揃ってますよ。闇属性の無効貫通キャラ、そして自動回復ループで誰かと仲良くしようとしてる。そう、その間誰かっていうと、皆さんお待たせ、もみあげ。人間は2種類の人間に分かれる。そう、もみあげかもみあげ以外か。もみあげ、オッケー、もみあげします。オッケー、もみあげ。迫り来るもみあげ来ますよ皆さん。もみあげトリプル、さあ来ました。皆さんお待ちかね、もみあげトリオでこれ使います。でもみあげ。殺してやる。でさらにもみあげと仲良くするのは無理なようですね。いいもみあげ。オッケー、じゃあこれスキルカットイン奥にしていきます。もみあげで、ここがこんな感じのもみあげ。どわー、皆さん見てください、ダブルもみあげ。これ組めますよ。もみあげがすごい生えてきてる。これちょっといっぱい組んじゃおうか。これこれが限界かな。いや、これか、これが限界ですよ。もみあげの限界値はここ。オッケーさ、これ皆さん、これ左のもみあげと、これ胡蝶忍の火力ご覧ください。これもみあげか、これもみあげじゃないか。うわ、もみあげ、もみあげ。オッケー、もみあげです。オッケーさ、よかった、もみあげで。オッケー、これで倒します。オッケーさ、これで来ましたよと。皆さんお待ちかねですよね。いや、もうそのもみあげの成分足りてねえなみたいな。いや、皆さんよくコメントで書かれてますもんね。もみあげでしか摂取できない栄養があるみたいな。お待たせ、もみあげだよ。オッケー、これ使います。で、ゆっくり殺してやるよ。オッケー、もみあげ。ただね、もみあげの一つ悪いところがあって、これ100式ぐらいでしか気軽に遊べないっていうね。ただそこもなんか趣深いみたいな。いや、趣ともみあげって五感似てますよね。オッケーさ、これでこれ何でいいかな。オッケー、もみあげ。オッケー、これでさあ、無効貫通もみあげ。見てください、これ。胡蝶忍ともみあげ、ほぼ軽く一緒ですもんね。オッケー、これで。ただね、今回のもみあげね、ちょっとパワー出せてないんですよ。この胡蝶忍が、あれ、スキブがね、二つしかないんですよ。で、サムライソード、あ、もみあげ、危ねえ、もう、誰？サムライソードって誰？もみあげですよね、もみあげ。もみあげが、あんまりね、スキブ本体もなくて28ターン変身なんですよ。だから、ちょっとね、結構スキブ持っちゃったんで、もみあげの火力があんまりもみあげじゃない。これ使います。悲しいほど弱い。それでこれ使って、食い殺してやるよ。で、ここでもみあげですよ。もみあげ。で、ここも、もみあげ。お、いい、いい。あー、でもここ、重なっちまうな、これ。重なりもみあげになっちゃう。これどうしたらいい？みんな。まあ、諦めるか。ここ、一回諦め系もみあげ男子で。オッケー、もみあげで。オッケー、これもみあげで、いいもみあげ。オッケー、これもみあげだから、これ無効貫通組むだけで、いい感じのお手頃もみあげ火力が出ると。素晴らしいね。すごい。みんな最近もみあげしてる？いや、僕あんまりもみあげしてないんですよね。あんまりさ、まあ、お正月っていうのもあって、あんまりもみあげじゃないかなみたいな。これ使います。ゆっくり殺してやるよ。オッケー、じゃあこれで、待って、これどうしよう。こうか。で、これで待つだけですよ、あと。ここでもみあげ！オッケーさ、もみあげです。オッケー、これ倒して。いい、もみあげ。オッケーさ、これで。このさ、僕毎回思うんですけど、このもみあげ、なんでこんなもみあげなのかなって。うわー、そこはもみあげじゃない。さすがに7コンボ以上で半減。うわー、これもみあげです。皆さん、ちょ、もみあげだな。これ使ってもみあげにします。ゆっくり殺してやるよ。これ片方リーダースキル発動してないんですよ。ただ今お前が相手してんのはもみあげだぞと、そう言わせていただきたい。だからここでこうです。オッケー、さあこれで皆さん、もみあげの火力にご覧ください。さあ、もみあげ。オッケーさ、耐久できません。どうしよう、本当に怖い。いや、すごい、これ雲を弾きます。これもみあげなんで、さすがにもみあげ、もみあげ、危ねえ、マジもみあげだこれ。これ使って、仲良くするのは無理なようですね。で、毒にしましょう。これ使って、食い殺してやるよ。危な、ガチ危なかった。今一瞬四季が見えた、そんなもみあげ。これでオッケー。さあ、バカデカ LG。これもね、バカデカもみあげの伏線回収ですよ。オッケーさ、これで、オッケーさ、お前の範囲はもみあげが生えてなかったことです。オッケーさ、これで、耐久できるかな、ここ。まあ、できると思います。いいね、さっき一瞬、いや、これもしかしたら、我らがもみあげ負けんじゃねえかな、みたいな疑惑あったけど、さすがに勝てると。これ使います。
食い殺してやるよ。オッケー。いやそういえばさ、今年じゃない、2023年もみあげ納めするの忘れてましたね。いやまあいっか、まあ新しいもみあげですよみたいな。これがオッケー。これでいいね。無効貫通組むだけでいいっていうのがすごい楽しい。なんかこのさ、もみあげってさ、なんかまんじゅうとか勝てる編成あるらしいですね。僕一回もやったことないんですけど。オッケー。でこれで負けっか。いいねめちゃめちゃいいよ。なんやかんやさ、チェンソーマンコラボあんまりキャラ使われてないんだよね。僕一番何使ってるかっていうと、まあサメの悪魔の武器かな、これ使います。食い殺してやるよ。他なんか使われてたっけ。なんか他何やったっけ。チェンソーマン今使われてるの、天使の悪魔とか結構使われてそう。あのマーベルの相方で、あれ強いもんな、回復力4倍みたいな感じで、で自分は激減なんだっけ、 77% 軽減みたいな、そんな感じですよね確か。 OK。いいね。左のやつがなんか無効貫通してこいよみたいな感じで言ってるんですけど、お前が相手したのはもみあげですよと。これでオッケーさ、食い殺してやるよ。このもみあげのスキルがですね、自分のダメージ上限値が50億になりながらドロップを解除してもみあげを9個生成するんですよ。だからこれでもみあげが組める。オッケー、もみあげ。オッケーさ、これでもみあげシステムですよね、これが噂の。よっしゃー、もみあげ。いいね。これ胡蝶忍の悪魔キラーもぶっ刺さってる。忍がね、無効貫通が6つだから、あ、でも武器で7個ね。だから、あんまりね、こう、この、なんていうの、アイコンのところでは火力出てないように見えると思うんですけど、こういう悪魔、こいつ悪魔じゃない、めっちゃ悪魔っぽい見た目してるのに、これ使います。食い殺してやるよ。そう、悪魔のやつには、これ、キラーが2つ乗るから、25倍、さらに。いや、すごいよね。もみあげ予備軍ですよね、こいつも。オッケー、こんなんで。さて、適当パズルでもね、楽勝で勝てるのが百式。まあ、もみあげみたいな感じなんで、オッケー倒して。よっしゃ、10回まで来ました。いいね。こいつがね、リラフレの火力を下げちゃうよ、みたいな感じのことしてくるんですけど。まあ、いっかな。こいつ悪魔ないよね。あー、さすがにドラゴンと。で、これ使って。食い殺してやるよ。よっしゃ、じゃあここちょっとだけコンボしよう。こいつ結構強いんでね、意外と。こうかな。オッケー。よっしゃーい。うわ、めっちゃ右のもみあげが元気なさすぎたけど、一瞬1とか2だった。さあ、ネズミも元気ない。ただ50億もみあげ、すごいもみあげだな。めっちゃもみあげじゃない。しかも悪魔キラーなんか刺さってなかった今。悪魔以外なんかつけてたっけ。悪魔だったのかな、右のやつは。ワンちゃんね。うん。でこれ使い、うん、あー、まあこんなんじゃおもみあげは止まんねえぞと。これ使います。仲良くするのは無理なようですね。でこれ使って、食い殺してやるよ。うわ、すごいもみあげフィーバーですよ、これが噂の。オッケー。まあここはこんなんでいいかな。オッケー。じゃあこんなんで繋がってる、これ繋がってる。オッケーさ、いやーこれもみあげの火力今見たかったけど、あのこっちが乾燥してなかったら無理なのかな。あ、そうだね、この左のもみあげは悪魔じゃない、ドラゴンキラーつけてるから、あ、それのドラゴンキラーか。あ、なるほどね、さっき入ったのはそのドラゴンキラーです。オッケー。うん、よし、ここは合図使います。悲しいほど弱い。でこれもみあげ、食い殺してやるよ。よっしゃ、もみあげってあれだっけ、操作時間持ってるんだっけ。よし、これでもみあげって指あります。あー、もみあげだ、さすがに。オッケー、いい火力なんかめっちゃ下がってない、もみあげ 0.01 倍。なんか全員のもみあげが火力下がってる。なんでこんな下がるんだ、もみあげごとき。もみあげごときじゃない、もみあげ様が。なんで、これ使います。これ使って、危ねえな、誰もみあげごときとか言った人、よくないですよそういうの。こんなんで、あそこ回復になるまで待とう、いけるよね。よし、こんなんで、やばいな、もみあげの火力がちょっと下がってて不安だけど、まあ、忍の火力がやばすぎるからいけてる。オッケー。こいつ悪魔とかある？悪魔だわ、左はフェンリルビーズ。オッケーさ。さあ、なんか、この奇跡が喋るっていうね、この世界観のぐちゃぐちゃ具合。お、こんなんでいいか。オッケー。もう帰ってくるかな。あと何ターン。なるほどね。一番左のもみあげが帰ってくる。お帰り、もみあげ！オッケー、もみあげ様お帰りで。オッケーさ、帰ります。いいね、これ。こういう敵が一番もみあげが活躍するポイントですよね。オッケー、サインオブライト。で、これ全部されるけど、これ使ってもみあげ。食い殺してやる。あ、いい、もみあげ。これでもみあげ。オッケー、もみあげ。いいね。さあ、なんで今発動したのかなと思ったら、レズコがあれなんですね。ドロップを5個以上繋げて消すとだから、光で今反応したのか。なるほど。さすがにもみあげ。
どうしようかな、ここ。忍のもみあげが、忍のもみあげはまだいいかな、ここ。うん、これ使います。で、食い殺してやるよ。オッケー。で、もみあげの、あれが、デバフが 0.25 になりました。だから、まあ、いい感じになるかなと。ただ、ここでクミンで、ちょっと、ここワンパンしたいんで、一応、まあ、意味ないと思うけど、コンボだけやっておきます。オッケー、もみあげ。よし、7コンボ出たらいいんじゃないでしょうか。あれ、そう、言うの忘れてたんですけど、これ、アイゼツが、あの、無効貫通プラスが、あの、3つあるんで、無効貫通結局6つ。だから、これ、闇の、あの、副属性は結構火力出ます、アイゼツは。だから、そこがすごいよねっていう話。まあ、ネズコはね、10コンボ強化だから、ちょっとあの、もみあげ族に入れないんですけど、まあ、アイゼツとこの古城忍、この向き合ってる2人でデュエット、新しいなんか、ニューシングル出しそうな感じの、この2人、なんか、もみあげに愛されたくて、みたいな新曲をリリースしそうなこの2人は、まあ、もみあげの素質あるね。これ使います。食い殺してやるよ。で、ここでもみあげして、あ、待って、もみあげかな、これは。もみあげです。オッケー、これでいけるかな、これ。もみあげ、もみあげ、あー、さすがに一撃ではもみあげじゃないのかな、これは。そうですね。じゃあこれでもみあげして、食い殺してやるよ。で、これでちょ、闇温存しながら行こうか、これ。よしよし、ボル系のバニッシュ。よっしゃ、これで最後にもみあげして終わりましょう。これめっちゃ下がっとる。オッケー、さ、お、やばい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 、これやばいやばい。これは一応これ使います。あ、これ水属性と闇属性の攻撃が2倍だから、これでさらに火力上げます。悲しいほど弱い。で、これ使って食い殺してやるよ。忍作ったらさすがにもみあげが多すぎて処理に困るんで、オッケー、じゃあこれはまあこんなもみあげでいいかな。オッケー、もみあげで、オッケー、まあいいもみあげが生えてきたんじゃないかなと。オッケー、もみあげで、よっしゃ、これで火力下がってるけど結局 A 派で、どっこいどっこい、いやー、いいもみあげ。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。